きます。三崎町といえばね、この卵かけご飯が、やったちょっとこれ見てよ、ほらいろいろと向こうにも卵のオブジェ、うんうんうん、こっち側にも、そう、これ結構なんか中がアジアンテイストでなんか可愛い感じ。そう、これね、僕が塗ったんですよ。そう、マジで、へえ、私も塗りたかったなというわけで、今日はこの卵かけご飯、はい、卵かけご飯に行ってみようかなと思います。やった。というわけでこの湖北定食500円なんですけど、まあ今日はまあソーシャル的な感じで外で食べようかなということで、釜炊きスペシャルは外でいただけると。この6個ぐらい卵ついててね、相当多いんじゃないか。これ1500円いただけるということ。というわけで今日はね、三崎町というところに来ました。美しく佐久町ということで、まあ、この日本のね棚田百選入っているこの棚田が見えるということで、ですね、結構ねこれ横長なんですね。三崎町も結構ね広いんだね。そう、うん、はい、はい、あと卵も、あ、はい、来ましたね、これ卵来てからね。うわ、どうするこれ、卵かけご飯の醤油もこうカメッチのやつで、この伊勢の卵小入りです。じゃあ開けます。棚田米だったっけ、棚田米、美味しそう。そうね、おいいね、これ2合というなんか思ったより案外ペロリといきそうな、あ、意外とこれなんかご飯だけじゃないが、卵かけご飯だから意外とね、うん、この伊勢の卵、これめっちゃ美味しそうじゃない、この卵にしてんで混ぜて、めっちゃうまそう、すごい、あ、めっちゃ美味しいよ、美味しい、うん、なんかこの醤油がいいかもしれない。スミちゃんと同じこと言いますね。そう、前もスミちゃんの醤油って言ってこの醤油がいいかも、なんかなんていうかな、甘すぎず、でも甘み、なんか甘いんよ、でもなんか醤油の味もするんだけど、なんか普通の醤油ってなんか醤油って感じじゃん。あ、ザ醤油だね。そうそうそう、なんかうまい具合にこう出汁の甘さが入っとるみたいな、卵、イカス豆乳です。ボーカルと。全然ええよな、この卵割れん。やっぱコツがね、いるんだよね。よし。この、明太子、前、ね。もう多分これガバッといけれるんだな、これ。ガバッとね。ああ、これは。もうね、
この音声が取れてるか分かんないけど、遠くの方でね、なんかトンビの声が聞こえたよ、さっき。わかる？ピールルルって聞こえた？聞こえん。マジで。いやー、でもなんかそんな感じで、田舎の中で、大自然の中で食べる卵かけご飯。こっから。うん、あ、これとろっとね、うん、うん、おいしいね。うん、醤油の方がなんか美味しいって感じるのは、多分この卵の独特のなんかその癖というか、少なめというか、多分。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。これちょっとこのお味噌汁、赤味噌使ったお味噌汁。これ多分おそらくね、これ。具結構あるね。うん。いただきます。ちょっとこれ、僕も赤味噌好きなんで。うん。あ、結構風味が。うん。まあ、これもあれなんか、この味噌も三崎町で作った味噌なのかな。うん、ノリはさ、こんなに美味しいの。ノリでノリで美味しい。ほんまにノリやばい。ごちそうさまでした。はい、もういいですよ。はい、はい、おいで。ごちそうさまでした。ねえ、ちょっとあの、今日はそうです、卵かけご飯めっちゃ美味しかったねえ。なんかいっぱい。なんで持ってんすか、これ。いや、食べきれんかってん、卵が余っちゃったと。いや、ご飯が足りんかった。あー、なるほど、マジか。やっぱね、2合で6個の卵は結構あれやな。3号あったらいけるかも。なるほど、お土産用ということで。そう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 、1個だけ余った。よかったじゃないですか。はい、また帰ってもね、卵かけご飯食べて。そう、でも結構多いよね、6個ついてて卵が。で、ご飯が2合あって1500円、まあ、あのシェアできて、うん、普通に安いと思います。はい、十分かなと思います。卵も持って帰っていいそうです。はい、はい、ありがとう。ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。